3000m のスタート地点にご注目を。共通男子 3000m 決勝のスタートです。選手紹介はスタート後に行います。スタートしました。共通男子 3000m 決勝、内側より佐藤文明くん、高根大、レースに宗介くん、時和松、平野亮斗くん、調子西、浅海太夫くん、三つ、横浜圭くん、松ヶ丘、松本葵くん、栗ヶ沢、宍倉春馬くん、野田大地、藪崎一心くん、時和平、金子春人くん、松戸第二、大野慎吾くん、くじけ、松下健心くん、南流山、吉岡良樹くん、中村美希くん、松戸大学、藤田雄生くん、佐原、大見優勝くん、河原塚、坂本大輔くん、くじけ、くずうしんじくん、ふさ、小倉孝明くん、時は松、以上18名。先頭を引っ張っているのは腰ナンバー2番、時は松の上杉くん。さあ上杉くんが先頭で、まもなく 400m、 400m の通過は1分8秒、この1周は68秒。68秒で 走り続けると 1000m の通過が2分50秒、フィニッシュタイムは8分30秒、全国大会の標準記録は8分57秒となっています。やっと全部消えた。さあ非常にいいペースで1周目通過していきました。2番手は滝和大の長崎君、その後ろ調子西の平野くんと続いています。800m の通過は2分17秒、この1周は69秒。フィニッシュ地点を通過しますと 1000m。 さあこの最初の 1000m、 2分55秒以内ぐらいで走っていくとフィニッシュタイム、全国標準を狙っていけるタイムとなっていきます。さあ現在2分50、51、52、53、54、55、56、57、58、さあ集団の後方でも2分58秒というタイムですので、さあ2分58秒で走り続けると全中標準を切ることができますので、さあ全ての選手チャンスがあります。先頭変わらず時は松の上杉くん、続いて時は平の矢崎くん、そして3番手は沢田の橋田くん。 1200m の通過3分29秒、この1周は72秒。 1000m から 2000m でできるだけペースを落とさずここは粘っていきたいところです。
縦長の先頭集団6名、1600m の通過は4分43秒、この1周は74秒。さあ少しペースが落ちてきていますが、これ以上落とさずにいきたいところです。集団といってもほぼないでしょう。さあここからです。さあスタート地点に戻ってきますと 2000m。 先頭は間もなく 2000m。2000m の通過は5分58秒、この1周は74秒。さあラスト 1000m を2分59秒以内で走ると全国標準突破。さあ各選手ここの最後の 1000m を上げていきたい。そして関東大会争いは上位3名。さあ関東で切符は3枚、そして全国に出場するためにはペースを上げていきたい。先頭を谷松川光美君、そして上がってきているのは藤家の大野君、富津の朝海君、常盤平矢部咲君、佐原の藤田君あたり。さあこの5名が先頭集団。2400m は7分14秒、13秒、この人75秒。さあ全国を狙うためにはこの辺りから上げていきたい。さあちょっとこのままのペースだと全国標準突破は厳しいところとなってきています。フィニッシュラインで跳ね上がると残り 400m、全国標準は8分57秒。さあペースを上げていきたい。さあ6番手以降の第2集団の選手もラスト1試合まだ狙います。7分50、51、52、53、54。さあラスト1周67秒から68秒あたりでこれと全国標準突破。さあ残り 300m。さあまだ狙いにラストスパート。先頭 2800m の通過を8分23秒、この1周70秒とペースで上がっています。8分30、全国標準は8分57秒00。35、8分40、
は時は松の上杉くん。